このパンダウンですね、ここから下げてピタッと、でまあ止めは10秒ぐらい、必ず10秒ぐらい止めとけば大丈夫っていう感じですね。ちょっと雨いっぱい降ってきましたから、あとはまああとパンアップっていうのも結構あるんで、やっぱこれでピャーッとやっぱり始まり終わりを作るっていう意味ではパンアップも結構ありですね。ちょっと雨が結構降ってきちゃってるんですけどなんでこういう時に雨が降るんだよ、畜生、きれいに出てんだけど、まあいい手ですけども、まあちょっとその録音のことはちょっと分かったんで今録音やめといて、こっちのことなんですけどね、まああとは右パン左パン、さっきでパンダウンパンありましたが、例えばこういうフレームからまあ止めが10秒あってゆっくり動かしてあげて、さっきのポイントにピタッとっていうのもありで、でまあ場所によっては両方触れるんで、こっちから例えばねこういうのを入れてやるのもあり。ちょっとまあだから上下左右基本的には4回ずつくらいは違う絵が撮れると。ちょっとレンズ拭きますね、あの雨のことというのがあります。あとやっぱりティピカルなのがズームインよりもズームアウトですね。こう、まあ、ここなんか分かりやすいのがダイヤモンドヘッドからこうやってゆっくり引いてあげる、この引くスピードってのは番組によってとかそのあれによって違うんで、でまあできればあの終わりとうまくあのピシッとやるともっとかっこいいんですけども、でまあインアウト、自分があの撮影を習った今より前の昭和の世代っていうのは必ず行けばインアウトを取れっていうふうには教わりましたけどね。まあでも必ずしもそうではないんで、それはまあ今の時代はちょっと違うのかなっていう気もしないではないですけども、というような感じがあります。あとこの間も言ってたように、いや今日は落ちませんね本当にね、あの切り取りですね、一個立てたところから。まずだからありえんのがこのサーフボードですね。で裏はまあちょっとここのお姉ちゃん邪魔なんで、まあ入れてやったら、ちょっと入れられないですね。まあまあこれでも、まあこれでもいいかっていう感じですね。まあこれがワンカットで、まああとはこのライフガードタワー、これもワンカットになりますね。やっぱフィックスでカメラ動かさずにいい絵が作れるっていうのが多分基本だと思うんで、この切り取りの絵っていうのはいろんなことをなるべくやってみて、まあ、例えばここでパンナップこんなのを切り取りになりますし、あとはそうですね、あとはこういう人たちをフォローしてあげる、これでもねあの雑感の一個ってなりますし、まあ、あとは例えばこの2つを入れてこれぐらいのフレームで待ってあげるっていうのもありかなっていう気がしますけどね。ここは本当あのカップルが向こうに座ってたりいろんなことが多くていいところで撮るものも多いと。あとはまあ先ほども話しましたけども、最近流行ってるのはこのスタンドアップサーフィンですね。あ、この人たち今から入ってくるスタンドアップサーフィンの人で、これやっぱりあの普通のサーフィンが流行ってるっていうのはクロスオーバーつって、要するに他のスポーツやってる人がよくやるし、あとあのダイエットにかなりいい。ただやっぱサーフィンは自分にとっては波に乗るもんなんで、漕ぐのはなあっていうところは自分個人的にあるんですけども、あのかなりあの皆さん的には流行ってますね。誰でも、まああまり痩せてる人たちじゃないんですけども、で老眼のおじさんなんかもうまいもんで、もうスイスイっとこれでこのままブレークに行ってバンバン乗っちゃうんですよね。
まあでも波がない時も遊べますし、それがまあこういうところはいいのかなってっていう気もしないでもないですね。あとさっきのなんだ雑感でもこんなのもちょっとさっきのポーズもよかったですね。まああとはこのね子供が遊んでるのはいつ見てもいいような絵なんで、このもあれですね。あと晴れてくるとやっぱり、まあ、ちょっと雲がもったいないかな。これで雲が綺麗だといいんですけれども、だからこういう時逆に詰めちゃってもね、これぐらいでもいいかもしれませんね。綺麗だっていう感じでは、というような感じでお送りしましたが、今日は、調子もいいんで電波がまだ起こってないですし、プロデューサーっていうものがもうちょっと長くやればっていうところもあったんで、もうちょっとダラダラしてみます。さっきあんまりうまく見せらんなかった、ちょっと待ってください、ヘッドホンがね落っこっちゃいそうなんでちょっとこっちに体勢変えてどうしますね。こっちはですね、これがケワロっていうところで、この向こうがカカオコパーク、これジョン・ドミノスっていうもうなくなっちゃったのかなレストランで、でここももうケワロって言って有名なブレイブですね。あとちょうど今逆光になってるんで、逆光って難しいは難しいんですけど、ドラマチックには撮りやすい、まあ、例えばねこう、まあ、もうちょっとウォーターとちょっと開けた方がいいのかなっていう感じですけども、まあ絵は撮りやすいと、ドラマチックだね。まあここもまあ女の人がいたりとか、いいビーチですよねここ。しかしね、まあこうなってます。アラモアナビーチパーク、本当にローカルの人たちにはいい、なんとも言えない良さがあるんですけどね。あ、ちょっと音だったら今パカパカしたのかな、それがもう一個ですね。あとよくやるんですけども、最近オートフォーカスのカメラって多いですけど、ゆっくりパンするときはやっぱりマニュアルにして、ほとんどインフちょっと手前に置いといた方がピントパカパカしないんで、いいはいいですよね。あ、晴れてきた晴れてきた。と今日の一枚絵ですね。ちょっと待ってくださいね、これ体勢を整えて、そうですね、もうちょっと左のパンしてちょっと欲しいかな。いいですね、この雲はちょうど晴れてますね。今日の一枚絵、どうだかと申しますと、これは今日本日、ハワイ親父百景003アラモアナビーチパークアットコンセッションですね。目の前がそのコンセッションっていうブレイクなんで、まあここは撮るところのポイント結構いっぱいあるんで、ぜひ来たら一度訪れてほしいなって思っております。今日もそれなりに、お送りしてきた親父ハワイ百景ですけども、そろそろお別れの時間、今日はちょっと電波状況も良かったんで、長めにやってしまいましたが、まあその辺がまあ、臨機応変にっていうことで、構わないと思うんで、今日はつるっと一回も落ちずに、できたし、ちょっと時間が長すぎるんで YouTube には上がんないと思うんですけども、まあそれはそれでいいかなと思うんで、来週じゃねえ、明日が気分的には月金で参っちゃったんで、明日
またどっからかお送りしますんで、親父ハワイ、よろしくお願いします。親父百景でした。今日の一枚絵、アラモアラビーチパークです。そろそろお別れしたいと思います。どうも見ていただいてありがとうございました。